暁小学院林田学園です。お願いします。10月号のね、本の説明していくんですけど、その前にこの間ちょっとや、この間からちょっとね、説明してる、まあ筆少し前に出して書くとかね、奥、紙の置く場所、真ん中まっすぐね、まあ右に置かないとかの、まあ、続きでゆっくりと書くの、ゆっくり書くのと考えて書くっていうのね、説明します。まあ、もうものすごい当たり前のことなんですけど、ゆっくり書く、これなかなか皆さんできてないので、言いますと、ゆっくりね、なぜ早く書くとダメなのかっていうのは、早く書いてしまうとまぐれでね、線書いて次また違うブレがね、すごい大きくなってしまうんです。ゆっくり書くね、ゆっくり書いて同じような線を毎回ね、書けるように書いてください。その後は多少ね、早く書いてもらっても構いませんので。で、考えて書く。まあ、ゆっくり書ければね、考えても書けますので、ゆっくり、まあ、どの高さとか、この、左払いの長さとか、もう少し長めに書くとかね、高さ、左払いに右払い揃えるとか、そういうのを考えて書く。よくね、やってしまうのが、課題がね、文章やったりする場合に、文章読んでしまってね、手本見て文章読んで、ね、読んだのをね、書いてしまったり、その手本も、しっかり、ね、形、理解してね、高さとか、左出てる、右出てるとかを、そういうのを考えて、しっかり書いてください。では、10月号説明します。では、3ページ、もう一つ歳字の説明していきます。まず、まあ、三髄。狭く、こちら側は広くね、と二つ目の点、前に出るようにね、前に出る。で、書いた時にここ出ないよね、長く、この部分が長くならないように書いてください。揃えるね、左はこちらは出ても構いません。右上がりと、ね、全部右上がりと感覚均等にね、右上がり、ここにね、空間できるようにと、屋根より出るね、ここ中心ですので、左右に大きく、この間隔も均等にと、少し最後長めにね、書いてください。うん、まあ縦2本書いて、点でも、書き順、どちらでも構いませんので、だいたいこう、右上がり揃うように、高さ揃えるのと、内に跳ねる。跳ねて、中に点2つ来ないよね。内と外に点。来るように、もう均等にね、均等になるように、で右上がりね、うん、右上がりに、少し右に上がるように、点も右にね、上がるようにね、点自体はね、下がってるんですけど、つられてこう下がってしまわないね、右に上がるように、高さ揃うように、長くならないようにね、ここも草冠揃える、下が長くならないね、短く、この部分短く、上から来る、まあ、間隔真ん中狭くなりすぎないように広がっていく。でも三髄ね、広く、線二つ目、前に出るように、どっちへ。このね、二つ目の、しっかり長くなるように書いてください。揃うようにね、左は少し広く、中心ね、大体中心で交わるように、
右が揃うようにね、左広く、ここに空間できるようにね、書いてください。もう揃える、ね、出ないように大きく高さ揃う。この分揃えるようにね、左に大きく。これもね、この屋根の中に入ってしまわないように、少し出るようにね、出てくるように。あまり下までは長くならんようにだけ、少し空間と、しっかり幅、幅取る、中心と、しっかり押さえて、同じ、ここまで来て、ここ、この部分でしか押さえて、横へね、動くように。均等にね、だいたい均等にと長い線カーブするように中心、中心ソロね、均等にこういうとこなるように、このムーンドの高さ揃えるようにね、書いてください。では説明終わります。